皆さんこんにちは。本日はですね、花粉症に悩むあなたにですね、もう朗報ということでちょっとねお話しさせていただきたいと思います。春になるとね、毎年やってくるあいつ花粉症、どうですかね、お悩みじゃありませんか。花粉症のね、一般的に言われてる話としましてはね、自分の中でこう許容量があって、それを超えちゃうともうずっとね花粉症で治んない、だからもうずっとねお薬とかに頼るしかないんですって思ってたのが、花粉症もねアレルギーの一種なので、体の仕組みを考えていきましたらね、やり方次第ではまだまだ改善できるんです。というわけで今日はですね、花粉症のメカニズムとその対応方法についてご紹介していきたいと思います。今回の話はね、アレルギー疾患によるお話なので、花粉症以外にもね、アトピーなんかもね同じことが言えますので、ぜひちょっとね 4,5 分だけねお付き合いください。まずね、花粉症になりますと、お鼻がほんとムズムズしてきたりとか、くしゃみが止まらなかったりとか、もう涙が出て出てしょうがなかったりとかしますよね。あれなんでかって言いますと、体の免疫機能がね、悪いものが入ってきたって、なるべくそれをね外に出そうとするんですよ。涙でこう洗い流してね外に出そうとしたりとか、呼吸でくしゃみをして中のものを外に出そうとかっていう働きなんですよね。なので免疫の問題で、我々の体の免疫っていうのはね2種類あります。それが自然免疫と獲得免疫。自然免疫はね、もともとね体の中にこう持ってるねバリアの機能になっておりまして、獲得免疫っていうのは、言うなればワクチンだったりとか、水疱瘡だったりとか、インフルエンザだったりとか、過去にね1回かかったことによって体がそれに対応できるようになる、もともと持ってるんじゃないけど後からかかった病気によってゲットしたねこう免疫っていうのが獲得免疫になります。で、今回はそのね、この2つの免疫の、こっちは獲得免疫の方の話で、獲得免疫の中にも2種類あります。これちょっとね分かりにくいのでね、青と赤にしましょうか。で、この赤い方が TH1 型、青い方がね TH2 型っていうものなんですけども、このバランスがねちょうどいいと自然な状態でも、それがね睡眠不足だったりとか、ストレスだったりとか、あと食事の乱れだったりとかして、こっちがねドーンとねウエイトがね高くなってしまうんです。で、このバランスになるともうね、お鼻ジュルジュル、涙ボロボロの花粉症の状態ってことは、これがねこういう風になっていったら花粉症って改善するってことなんですよ。そう、花粉症はね緩やかになったり治ったりするんです。そのためにはね、この3つを改善すればいいですから、しっかり寝て、ストレスなく働いて、でちゃんとしたものを食べる。ただそれ現実的に言うと、住む場所を変えたり仕事変えたりしないとね難しかったりしますので、それでなかなか変えられずにね花粉症は治らないみたいな感じになっておりますけども、さっきのこのバランスをねこう戻してくれるのが、そう、まさに LPS、 リボポリサッカライドなんです。これね LPS、 これはねもうちゃんとねマウスの実験でね証明されておりますのでね、安心してね信用してもらって大丈夫です。これに入ってる白い粉をね、この小さいスプーンでね、すくいまして、今みたいに直接飲んでもいいですし、ヨーグルトに入れたりとか、お水に溶いて飲んでも大丈夫です。カレーとしても大丈夫なので、スープとかね、お味噌汁なんかに入れてもいいですよ。ただまあね、こいつに頼れば全て解決というわけではなくてね、やっぱりね、よく寝たりとか、ちょっとね、食事に気をつけたりとかね、上司の言うことを右から左へさーっと流してね、気にしなかったりとか、それはいいのかわかんないような。そうすることによってね、今後の重症化のスピードがね緩やかになったりとか、ちょっと逆にこうだんだんね花粉症は緩和してきたりとか、もう完全に治っちゃうとかね、そういうことになりますので、本当にね1日10秒でねパッと飲むだけの習慣でね、とっても続きやすくなりますのでね、ぜひやってみてください。で、最後にねもうちょっとだけね深掘りしていきますと、一番最初に言った自然免疫と獲得免疫があります。で、この獲得免疫の中にはさらにこう1型と2型のね2つがあります。で、このリポポリサッカライドはマクロファージの働きを高めてくれますので、マクロファージっていうのはこの自然免疫の方に入ります。この自然免疫が獲得免疫のコントロールをしてくれますので、自然免疫がしっかり働くと、さっき言った獲得免疫の1型と2型のこの赤と青のバランスが整うっていう流れになります。 OK ですか。で、あとはね、このマクロファージだけじゃなくてね、マクロファージと同じ白血球チームのレギュレータ T 細胞ってやつにもね、どうやらこの LPS はね効くらしいぞってことも分かってきたりしておりまして、一部分に効くだけじゃなくて、もう体中をねうまく整えてくれる働きがこのね LPS になっております。体ってね全部が一つでつながっておりましてね、ピンポイントでねなんとかするんじゃなくて、体全体を整えていくってのがどっちかというとこう東洋思想的な考え方になりますので、僕はそっちの方がねすごく自然じゃないかなと思います。
なのでね、そういった考えにね、共感してくださる方はね、まあ、日常のね、生活を整えることはもちろんなんですけども、そこにちょっと今ね、菌にね、敏感になってる時代ですからね、このリポポリサッカライドもね、プラスアルファしていただくとね、とってもいいんじゃないかなと思います。というわけで本日はですね、花粉症は治る可能性があると、そういう話でございました。今日も動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。